A ピンクおはよん、少女時代ひよよんとの共演に感激、私が歌手を夢見た理由、写真イコール JT。PC4、秘密のお姉さん、A ピンクのおはよんが、存続、成功したオタク、になった。本日、3日、韓国で放送される JTBC4、秘密のお姉さん、第14回の放送では、新しい姉妹となるファ、ボ&ナムボラと少女時代のヒヨヨン&Aピンクのおはよんの秘密のエピソードが公開される。最近行われた収録で初めて出会ったファンボとナムボラは、ナムボラが直接醸造所から取り寄せた薬酒で昼から酒を飲み始めた。二人は自然に恋愛と結婚に対する価値観について語り始め、理想のタイプが誰かというファンボの質問に、ナムボラは、ホン、ジョンヒヨンとロイキムのような、二重まぶたがなくてスリムで肌が白い男性、と話し、独自の括弧とした理想を公開した。これに対しファンボは、私はかつて結婚を衝動的に決めそうになったことがある。しかし、今は十分な準備ができてからする、と、結婚についての初心を表したりもした。第2の新しい姉妹として登場する少女時代のヒヨヨンと A ピンクのおはよんの最初の出会いも公開される。ヒヨヨンに会いに行く車の中で、おはよんはマネージャーに、私にとって、少女時代の、パワーがすごかった、とし、少女時代は、私が歌手を夢見た理由だ、と敬意を表した。また、誠のファンだけが知っている収録曲を熱唱し、少女時代への愛、を証明してヒヨヨンとの出会いへの期待を一層高めた。ファンボ&ナムボラ、ヒヨヨン&オハヨンのストーリーは、本日午後8時30分より韓国で放送さ、LJTBC4、秘密のお姉さん、で公開され、ポータルサイトのライブ放送も同時公開される。A ピンクオハヨン&ナムボラ、秘密のお姉さん、に出演決定、新しい、妹、として合流。少女時代ヒヨヨン、デビュー時の率直な思いを告白、センターでないことに腹が立った。